レンとラン、面白い兄弟だったよね。あ、そこはもうちょい右に行って。それでリュックとやら、お主はどこに向かっておるのじゃ？そりゃあもちろん宝島だよ。ほう、そんなものがこの下界にあるとは初耳じゃな。宝箱だらけの楽園みたいな島なんだ。海流が激しいから泳いではとっても行けなくてさ、アーダマンに会って助かったよ。危険を冒してまで行きたいとは、そんなに宝探しは楽しいものかの。もちろん、私が生まれる前から眠ってた宝たちが長年の時を超えてこの手に。感動だよね。感動か。久しくそんな感情は忘れておった。羨ましいな。そう？じゃあアダマンも一緒にトレジャーハントしようよ。わしはこの下界から出て生きることはできん。だからこそリュックの自由な生き方が羨ましいのかもしれんな。ふん、そんなもんかな。あ、見えてきた、あの島。お安いご用じゃ。帰りはどうする？こんだけお宝があるんだし、海を渡る手段もきっとあるよ。そうだ、アダマもなんか持ってったら？そこの宝箱には何が入ってるのかな？うわあ！ミミックだー！ミミックよ、加勢するぞ。これのせいで宝箱開けるのを一瞬躊躇するのよね。タマはびっくり箱が嫌いなのです。しかしそこに宝箱がある限り俺たちは戦うのだ。いや、決め台詞っぽく言ってもただの貧乏性だから。こういったこともあるのじゃな。まあたまにね。それでもお主は宝探しを続けるのか？もちろんだって、私は生粋のトレジャーハンター。お宝が私のこと待ってるんだもん。そうか。では気をつけて旅を続けられよ。トレジャーハンターか。随分と楽しそうじゃったな。我の眷属もリュックを見習い、冒険の旅をするのも良いかもしれん。頼めるかの？ミラージュ使いの兄弟たちよ。ミミックなわけ？私を待ってるお宝はどこ？どこなの？はあ、でも宝箱がそこにある限り諦めないんだから。やっぱり相手が弱くても気を抜かないこと。さあガンガン行くとすっか。おっしゃ、勝利だね。お宝のふりをする悪いやつはこのリュック様が成敗だよ。うわー、雷。どうしてこんなに晴れてるのに。これってミミックの親玉。そっか、この島をミミックだらけにしたのはあんたってわけだね。うるさーん。あんたを倒してこの島からミミックを追っ払ってやる。びっくりしたのです。もし見かけたらでっかい宝箱ラッキーって開けるとこだろ。まあ迷わず開けるのもどうかと思うけど、もし出会ったらちょっとトラウマ級ね。動け！いいバトルだったな。これくらいならね。倒した。もう雷の攻撃なんて反則だよ。まったくどうなることかと思ったけど、なんとかなってよっか。あれ、あ、島の宝箱が。そんな。ま、ミミックがいなくなったってことは本物だけが残ってるってことだよね。こんなことでめげる私じゃないんだから。さっきのバトル助けてくれてありがとね。さーてお宝っと。あ、早速発見。この洞窟、冒険の香りがするぞ。ちょっとここのお宝は私のもんだよ。俺は別にお宝が欲しいわけじゃない。ただ冒険の匂いを嗅ぎつけてさ。じゃあさ、お宝はあげるから一緒に行こう。二人で行った方がきっと楽しいって。お宝くれるの？やったー、ありがとう。よーし、じゃあ一緒に行こう。私はリュック、俺はバッツ、こいつはボコ。よろしくな。ああ、きっとすっごいお宝眠ってるぞ。お宝なんだ。我が半島に立ち入りし愚か者どもや、ここへ来たこと永久に後悔するであろう。おお、すげえ、かっこいいミラージュだな。ほんと強そう。メラメラしてる感じ。こいつちょっと怯えてない。我はイフリート。侵入者は骨まで焼き尽くすん。バッツ、こりゃ絶対お宝あるよ。お宝はこういう強そうなのが守ってるって決まってるもん。さすがリュック、冒険の掟が分かってるな。こりゃリュックの言ってたすんごいお宝が待ってるぞ。おい、お前たち立ち去らないと。邪魔をするな。今のまさかイフリート、私たちを守ってくれた。私たちを助けてくれたんだよ。でも私たち守られるだけじゃないよね。ああ、俺たちも守ってやる。え、おお、別にお前らを助けた。うわ、イフリートって意外といいやつだったんだな。やっぱり同レベルなのです。いや、むしろそれはバツさんとリュックに失礼でしょう。それもそうなのです。ん？何の話？いくよ。どうってことないって。イフリート、本当は俺たちの味方だったんだな。いや、そういうわけでは。イフリートっていいやつだね。お宝を奪ったらかわいそうだから、私諦めるよ。そうだな。イフリートは俺たちのことを守ってくれたんだからな。その通り。貴様らの熱い心、恐れ入った。貴様らの心を認めたゆえに助けたのだ。あと一つ言っておくが、宝など元より存在せぬぞ。そうだったの？なんだ、つまんないな。しょうがないよリュック、次があるって。そうだね。やっぱりすんごいミラージュとすんごいお宝がないとワクワクできないよ。ほら、イフリートは味方だったからダメなんだよ。秘宝の番人との死闘みたいな展開じゃないと。わかるわかる。番人が侵入者を排除するとか言って襲いかかってきたりしないとね。でも私は諦めないよ。きっとどこかにすんごいお宝が眠ってるはず。いいぞリュック、その息だ。ごえん。おったからおったからラリラララン。それ。はい。フリートが遊ばれるなんて恐ろしいやつらね。